いやあ、刹那圭介だよ。今回はアリスメアやっていきたいと思います。若干鼻声のような気がするさて、鍵どっか、結局どこで使ったかわからんけど、とりあえず3つの部屋があります。あ、危ないよ。それ、ひび割れてるから。ごめんね、僕ので冷たいだろ。きっと温かさを知らないからだ。君は優しいね。今は知ったよ。今さら知った。遅すぎた。君の手は温かいね。ああ、そんなに温かいよか。そりゃ手袋とか用つけようし、愛好家やし、手袋は愛好家やし。こっちか。こいつか、やっぱなんか。こんにちは。院長さん、あの、通路の部屋に入りたいんだ。鍵貸してくれませんか？うむ、さっきも借りに来ただろ。別に用意がちゃんと返すんだぞ。ああ。ん？僕の謎解けたらいいよ。いいんじゃん、そんな回りくどいことせんでいいよ。僕はね、3人行ったらリンゴ3つを3分で食べることができるんだ。じゃあさ、リンゴが3、リンゴは100個、僕が100人いたら全部食べるのに何分かかると思う？これ解けたらいいよ。でもね、3回までだから。院長さん、3回までだからね。分かったら教えてね。だってさ、突然変になった。理由は分かるけどね。そうだね、よく考えたら分かるよ。問われてるのは僕じゃない、君が答えるんだ。なんでやねんなんでやねん、なんで俺やねんこれ見たことあるな。確かあれやで。結論から言うと102分だったような気がするな。だったような気がするだけやけど3個を3分で取るんでしょ、食うんでしょ。それだったら100、まあつまり99個だったら、仮に99個だったら何分だろう99分ってことになるわけです。残りの1個くんにもは1分でいいかって言ったら、別にそういうわけじゃないですよっていう話だったような気がする。あれ1人1つのリンゴを食べるのにどれくらいかかるか。3分やな。だから、102分じゃなかったっけ。僕はね、3人いたらリンゴ3つを3分で食べることができるんだ。3人いたらリンゴ3つを、100人おったらやけんな。100人か。リンゴ3つを3分、1人1個3分ってことだろ。1人1個3分だろ。あ、じゃあこれ3分のままで、これよう考えて、これ3分のままでない。ほら、騙されたなんか昔見たやつと似たやつで102分っていうのがあったような気がするけど、それ言われたら騙された。ちゃんと関係ではわかることだったそうやな、3個を3人ってことは1人1個食べれば3分で食べれますよってことだろ。つまり1人1個食べるに3分ってことは、100のやつを100人で食べても1人1個っても変わらんけん3分なんじゃ。ああ、騙されたわ。じゃあさ、右のコンタナ調べてみて。心の言うことは聞いておこう。じゃないと心に攻撃されるからね。こいつ心のこと知っとるのか。なんてこった。
右側ってこっち。おい、右側って言うたやん。こっち。マザーグースあるで。マザーグース読ませようとしとったわけじゃないのに。右側の本棚。後ろから調べるってことよ。おい、どういうこと？右側の本棚ってどういうこと？右側調べ読んでない。あ、これか。よし。第二問だよ。わあ、第二問だから。第二問強いられた。三人の僕が三つのリンゴを食べるのに3分かかった。じゃあ、100個のリンゴを100分で食べるためには僕は最低何人いる？え？これ3人ちゃう？3人ちゃうわだ。これはちょっと考えなあかんな。100個のリンゴを100分で食べるためか。さっき言ったように1人1個3分1人1個食べるに3分ってことは、もし1人おったら100分じゃ多分33個と34個目のちょっとぐらいしか食えんのやな。2人おったら似たようなもん。66個と67個の途中、68個の途中みたいな微妙なところまで言ってるね。4人じゃ3人じゃ99個と最後の1個途中ぐらいまで食えんな、これと思うよ。別の紙？手帳の切れ端、こんなとこあったんやけど、何にも問題と一緒に置いとんなだ。あれ？これ前にも見たぞ。てか、冒頭にあったやつやん。カエルは悪いやつだって、アリが教えてくれた。猫は悪いやつだって、カエルが教えてくれた。いいや、一番悪いのはウサギさって、猫が教えてくれた。だから、バツバツした。どういう意味なのだろうね、結局。これ4人だと思うんですけど。イエーイ！ 3 人で行こうとすればギリギリ足らんのよね。鍵でしょ？はい、どうぞ。通路部屋の鍵を手に入れた。来た。よかった、もらえて。びっくりしたね。いや、なんでもないよ。なんでもないなら喋るな。なんでもないなら喋るな。通路どこやねん。通路どこやねん。通路どこやねん。どこなの本当に。こっちか。これだな。殺人事件起こってますけど。セーブセーブ。殺人事件起こってますって。冷たい。ほら、死体やけん。死んで結構タトゥーしたいなんだろうな。犯人探せよ、お前。明日遊びに行くってお話ししてたのに。でもずっと悩んでたみたいだったよね。犯人がか。オッケー。あいつ？ああ、いいやつだったよ本当にな。みんなそう言うんだよ、残されたものは。どうでもいいんだあのやつ。それより解決するまで外へ出ない、外で遊べないことの方が問題だぜ。そんな悲しいこと言うな。うん、落ち着け落ち着け。死んでたのよ、ここに来たら。ああ、もう恐ろしいわ。第一はっきりしゃ、あの隅にいる人よ。でも何も喋らないの。これはややこしいことになってるね。犯人探せってか、これ。うわ、めんどくせえ。ねえ、坊ちゃん。怒らないから、僕にちょっと話をしてくれるかな。あ、ダメなの。この人、何か知っているようだね。すいません、少し話を。ああ、耳が聞こえないようだ。君は手話とかできる？できんよ、そんなんできんよ。
そうか。困ったな。耳が聞こえたい人と話すには何他に何かあるかな。他に何かって言うたって全然ないんやけど。お？僕のだよ。まだ君には難しいだろうね。いろんな研究をしてたんだ。昔の話だけどね。それで褒めてもらったり賞をもらったりもした。今はもうやってないよ。いや、別に飽きてしまったとかそんなんじゃないんだ。人が多くいるのが苦手というのもまああるけど、ただ僕には白が死ぬほど似合わないからさ。あ、そうっすか。研究ね、頭いいのね、先生の小さい頃は。変な模様だね。これ知らない？世界の地図って言うんだ。世界はこんなに広い。それに場所によって食べるものや言葉も違ったりする。君も興味があるなら一度ぐらいこの世界から飛んでみたらどうかな。はーい。さてどうすればいいかね。こっちさっきは鍵買ってる。謎を解くまでこっから先は進ませんぞ的な感じになってる。おい、手がかりがないぞ。どうやってあいつにちょっと話を聞くのかもうわからないぞ。なんかあるんかなこれ。話聞かせて、君の話を聞かせて、さあ冒険してみない。もしかして一旦戻ってからちょっと必要な物を揃えていくんじゃないかなって思うわけです。そうだ、紙とペンがあれば筆算で話せるんじゃないかな。いきなり来たー。グッドチョイス。あら、どうしたの。ペン、いいわよ。私もういらないし。紙は持ってないわよ。妹が持ってるかもしれないわ。サンキュー。ああ、何しようかな。紙は別のところでもらおうか。オッケー。紙の調達ゲット。紙の調達ゲットってなんだ。紙こいつかな。紙、いいわよ。原稿用しかないけど、いい？オッケーです。あら、君もいたのね。作品の完成楽しみにしてるんだから。この少年、前回のパート名前つけて、キャリソンゴリラだったっけ？マウンテンゴリラじゃん。マウンテンゴリラって名前つけたけど、マウンテンゴリラなんかつくよ。また勝手に。いや、ありがとうございます。はぁ、あ。研究の盗みミサイルが嫌なるタイプらしい。あ、紙とペン揃ったんで、こっち行けばいいんだ。筆談タイムだ。僕、筆談しよう。待っててね。あなたは今起きていることについて何か知っていることはありますか？喋ってくれ。ここの言葉、国の言葉じゃないね。マジでか。こいつ外国人だと。僕は大丈夫だよ。君はこの国の言葉しか知らないだろう。まだそういう勉強は君たちには早いからね。教えてなかったんだ。僕が訳して求めよう。少し待っててね。すごいなこの少年。マウンテンゴリラって名前つけたがまだ外れな気がする。うん、もう大丈夫だよ。この人は探偵の人で、それぞれに話を聞いていたらしい。うわぁ、これ矛盾を探すタイプの謎解きだった。でもその時突然明かりが落ちて喉を切られたんだって。耳が悪いんじゃないみたいだ。喋れんのか。喋れん方だったんだ。あの人が死ぬ前にここにいたのは今そこにいる5人。A、B、C、D、E としてくね。聞いていたのは死ぬ前の時間帯、ここで何してたのか。死ぬ前の時間帯、アリバイか。アリバイやな。私はここで少し本を読んでて、急に眠くなって途中で居眠りをしてたわよ。死んでることに気づいたのは起きた時よ。ほうほう。殺されたの？そうなのか。悪いやつでなかったのにな。
あんなにナイフで刺すなんてな。ちょっと待って、殺されたか知らんくせになんでナイフで刺したってわかったんだ。死体見てんのか。そうか、おかしくないな。ああ、外で遊びたい。ここにはちょっと道具取りに来ただけだよ。相手のことなんて知りもしないさ。わからんな、これだけじゃ。落ち着け。あの子、引きずられてここまで運ばれるなんて。あの足音、大きいからきっと男の人ね。そんなんわからん。めちゃくちゃ洞察力高いで、こいつも。引きずられとんじゃ、それがわかったんじゃ。確かにここには来たけど、すぐに出たよ。その時あいつはここにはいなかったぜ。だってさ、僕は分かったけど、君が答えないといけない。なんでだね、なんでだね。お前が答えればいいのに、犯人探しぐらいお前してくれよ。心に干渉することには他人じゃないといけないんだ。マジで、お前の世界なのここ。犯人は二人いるよ、頑張って。ええ、共犯、二人の共犯。マジでか、二人もおる。とりあえず今回はここでセーブして、次のパートに推理は戻しました。ちょっと神々です、てか鼻声です。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け